すいません、皆さん、本日は堺ブルースフェスティバル2日目です。イエーイ。ヤンドということで、まあ、その名の通り、すみません、でもメタなのはここの前の2人だけなんですけど、どうしたジャズの人とかね、そういう人なんですけど、去年、ブルースフェス来ました。これ去年の T シャツなんです。で、いや、なんかいいなと思って、街で全体でもう、なんか楽しく、でも去年はコロナやったから、まあ、そこまで弾けるってウェイとか言えなかったし、今年はもうやるでって、みんなすごく、昨日もいっぱい回ったけど、本当にハッピーで、私はこのイベントの一員として出させていただくっていうのですごく感動しております。では頑張って演奏しますので楽しんでいってください。よろしくお願いします。Yeah.
作れば快適な感じで来ていただけます。快適な感じ、このちょっとうるさいけど皆さんありがとうございます。今のはね、あのブルースのメッシー・ミズ・ザ・キッド、このドブルースをこのまま続けていきたいと思います。はい、ちょっとゆっくりねしますね、お願いします。 Every day I have the blues。Yeah.
なんですよ。ウーロン茶、そちらで。で、だいたい歌やって、楽器やって歌なんで、私の時はもう自由にトイレの外から行ってもらっていいお願いします。いっぱい飲んでたら私も飲んでるんやけど、あともう一つね、いいかな。これ去年の T シャツなんですけど、もう1年着たことしたからもうヘロヘロなんですけど、今年もね、かっこいいです。これはまあ一つのデザインなんですけど、なんか堺ブルースフェスティバルの他のフェスと違うのは T シャツのデザインめっちゃあるっていうのと、 T シャツだけじゃなくてロックフェスみたいな感じで、あの帽子とかあれ何だっけ、あのトートバッグがここにするやつなんていうかしらけどあれとかなんかいろいろあるんです。本当にあのメインステージの後ろのテントで買えるんで、でやっぱこれほんまにいいフェスだと思うんで、みんなで応援して、あ、そう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 、みんなで応援してね、お揃い着ようぜ。このバンドはいいかなって思ってくれた人は多分同じの買ってもらって、私とどっかで堺でハイタッチしましょうこの後着替えるんでまだ飲めるだから、まだ飲めるからねそう、飲んで動いてあるということで、あと2曲やりますが、次は日本語の曲です。まあみんなも絶対知ってる、まあ、日本のブルースの女王といえば誰だ。はいはい、思い当たる人、あの背が高い人ね、ゴッド姉ちゃん、ゴッド姉ちゃん、私も大好きな和田明子、和田明子さんの、和田明子さんの古い日記というのがあるんですけど、今もまあもちろんすごいんですけど、その頃のね、和田アキ子さんは本当にかっこよくて、YouTube で見れるから、みんな、そう、今もかっこいい。もうずっとかっこいいけど、まあこれを、まあこれ、知ってる人は、場所適当で今、はって言ってください。あの頃は、はってまた、そう。もうバラバラでいいから入れていきましょう。ここにね、ここにドリンクを呼んでますよ。本当ですか？
と思います。みんな今日はね、あ、そうや、みんないただいたやつを、あ、どうも、あ、超イケメンのアンディさんと、もう一本行こうか。メンバー揃ったね。まさか、そうそうそう、そうそう、嬉しいみんな、酒井さんあの、重ね重ね言いますが、演奏中でも注文してください。ということで、最後の曲はまたブルース、あの、ゴーイングダウンというやつですね。あ、そうそう、今回あの、私たちはあのこのバンドで聴いたんですけど、あの、ちょっと自分らも来月の10月8日、まあ、もし今日があの雨やったら、この日はあのまたダンスに行ったみたいな日があるんですけど、その10月の8日の時に、この前の、まあ、本来出た2人で、あの今度は新時間に提供していくデュオをスリーマンにさせていただきます。で、本当にシングル、アコースティックギターやからね。あのうるさくしたら私が足ゴーンって踏むかな。まあ、最近ちょっとそういうね、静かな時代かなということでありますよ。で、台湾の方もね、とてもお酒とのジャッジのお店の方なので、よろしければお近くの方は遊びに来てください。みんな今日は一日目いっぱい遊びましょうということで、最後の曲 Going Down。 あ、ごめん飲んでたごめん。はい、改めて、奥ちゃんです。酒井出身です。ウィングスのやつも買い物に来ました。やや言ってた、やや言ってた、優先時間なくなってるから。